皆さんこんにちは、ウイスキー専門店の岡村伝承です。どうも、今日はですね、毎月恒例の企画ですね、4月に購入したウイスキーを紹介していくようなコーナーになっております。よしよしよし、まずざっくりとやっていきましょうか。4月はそんなにね本数多くないんですけれども、でまずはですね、これかな、まあ、これ4月に購入したわけじゃないんだよな。僕最近ショートを上げてるんですけどね、ショートを見てもらったらわかるんですけどね、うちのお店で4月からね、僕のストックのウイスキーをね、こう開放していくよっていうのね、コーナーをね、始めてるんですけれども。だからまあね、まあ新しいの、最近今ウイスキー高いから、僕がこう持っとったストックのウイスキーを、毎月1、2本出していくよっていうようなね、シリーズ、まあ企画みたいなのをね、こう毎月頭にやってるんですけれども、まあ4月ね、まあそれで出したやつ。まずこちらですね。ハートブラザーズの、ポートエレンですね。の1982-13年ですね。82のポートエレンの13年熟成ですね。めちゃくちゃうまいですね。これめちゃくちゃうまいですね。はい。まあ、ポートエレンっていうのは83年に閉鎖してるんで、閉鎖する1年前の原酒なので、あれなんですけれども。まあ結構ね、ポートエレン特にまあ最近出てくるようなやつっていうのはすごい朝食なものが多いですよね。でもね、ポートエレン、ね、あんまり朝食すぎると結構樽に負けちゃう感じもあって、ポートエレンってね、めちゃくちゃ繊細でお上品なんですよ。なんで、結構ね、僕的には、この辺の年数のポートエレンってすごく好きでして、まあだからこうやって撮ってたのもあるんですけれども、ピュアなバーボンダルの13年なんですけれども、まあ本当にね、ポートエレン自体のハウススタイルっていうのがすごくね、よくわかるポートエレンになってるんでね、皆さんにすごいね、好評、いただきましたね。ありがたい。うん。本当に美味しいポートエレンですね。まあこういうのを飲めばね、まあ、ポートエレンらしいポートエレンなんで、まあわかりやすいのかなと思います。で、まあこのなんか僕のストックを開放していくコーナーでもう一個出したのがこのリトルミルの12年ですね。はい。オフィシャルスタンダードのリトルミルの12年。まあこれちょうど20年ぐらい前に流通してた、リトルミルの12年ですね。まあ結構お客さんでいわゆるその濡れた段ボールっていうものをね、味わってみたいっていう、声を結構ちょくちょく聞いてたんで。ね、うちリトルミルはね、あんまこういう言い方するのは良くないのかもしれないですけど、美味しいポートエレンだけをね、まあ、選別してこうお店では置いてるわけなんですけれども。まあ、オフィシャルのリトルミルは結構ね、僕はそんなに好きじゃなくてですね。まあ結構濡れた段ボール感は強いわけですよ。美味しいリトルミルだとね、いわゆるこう黄色いフルーツ感が強く出てたりとかしてて、すごく美味しいんですけれども。僕あんまり好きじゃなかったんですけど、倉庫を探してたらなんか出てきましてね。あるやんっていうので。じゃあせっかくだし、出そうかなって言うんで、出しました。はい。まあ、なんで、4月は、ポートエレンとリトルミルがね、僕のストックで出した、ウイスキーになっておりますね。はい。まあ、毎月やっていきますんでね。はい。楽しみにしてください。ショートね、最近ね、僕、編集を始めたんですよ。まあ、この本編の動画はね、編集してもらってるんですけど、最近ショートにね、ほら、なんか字幕ついたりとか、してるんですよ。字幕ついとったり、ちょっとふざけとったりする動画は、僕が編集した動画です。もう最近ほぼ僕がしかやってないから、最近は僕が全部こう、作ってやってますね。結構面白いですね。はい、やってみると。ショートの編集がやったら自分でもできるなっていうのでね、ちょっと始めてみたんですけれども。自分でやるとね、結構ふざけれるなっていうのがあるからいいですね。はい。じゃあそんなわけで。はい、これですね。次、カナディアンクラブの44年です。まあ、これもね、お店の企画なんですけれども、こういうね、うちのお店は、こういうミニオンの貯金箱があるんですけど、まあ、これチップ入れなんですよ。このチップ入れに、こう1年間こう、チップをこう貯めて、貯まったお金で、ウイスキーを買う。で、入れてくれた人はもうタダで飲めるよっていうね、企画をやってるんですけれども、まあ、それでね、買ったのがこの、カナディアンクラブです。で、コンセプトがですね、これを買う。うちの店だと絶対に入れんけど、高いウイスキーっていうのがコンセプトになってます。まあ、なんでね、これは絶対にうちだと普通だったら入れないのかっていうのは、もう飲んでいただいたらわかるんですけども。ディスですよ、これね。はい、だこういう普段、まあ、絶対うちでは出さんけど、みたいなね、やつ。で、しかも、まあ、ほぼ実質タダじゃないですか、もう飲むときは。だったらいいかな、みたいな感じのウイスキーですね。はい、まあ好きな人も全然好きなんですけど、僕はそんなにですかね。この企画はね、割とお客さんも喜んでいただいてて、まあ、お客さん考えて企画なんですけれども、まあこれ面白いことしていきたいですよね。はい。意外とこいつも安くないですからね、高いですからね。まあカナディアンウイスキー市場の最長熟成年数ですからね。44年熟成のカナディアンクラブっていうのは。すごいですよ、これ。
15年熟成のバーボンにしか感じないですからね。まあ普段絶対うちで入れんけど高いウイスキーっていうのはね、まあ年に1回こうやってね、このチップ企画で入れていくよっていうものになってます。はい。はい、じゃあ次ね。まあここからはちょっと企画じゃないやつですわ。はい、じゃあ、ザ・テイスターの、シグレット・アイラ2009年14年熟成ですね。はい、これはアードベックです。09のアードベックですね。まあ、要はアードベックらしい感じというか、まあ、近年のアードベックらしい感じではあるんですけど、結構バランスタイプなタイプですね、これは。なんで、まあ、割と飲みやす系なタイプのアードベックになっております。で、次ですね、ディスティラリーズコレクションの、ウィリアムソン2010年の13年ですね。はい。これね、めちゃくちゃうまい。まあ、最近、まあ、2000年入ってから、どこのアイラうまいのかとかいう話をよくするんですけれども、お客さんと。まあやっぱり全体的なクオリティが高いのは、やっぱラフロイグですね。2000年入ってからの原種。ちょっとアドベックは結構この、これが激しいですね。これがね。なんですけど、ラフロイグは結構全体的に良くて、やっぱ最近ね、出てくる、こう若めなシングルカスクでもね、非常にクオリティが高いの多いんですが、このね、ディスライスコレクションのアドベック、アドベック、このディスライスコレクションのラフロイグはね、本当飲んで、びっくりしましたね。めちゃくちゃうまいじゃんって言って。もう速攻で買っちゃいましたね、このボトルね。うん。結構かなり感動した、ボトルでしたね。やっぱ近年のラフロイグの良さっていうのはね、すごい存分にね、詰まってる、ボトルだと思うんでね。まあ、これはぜひね、飲んでみてもらいたいですね。はい。まあ、アイラ好きな人だったら、もう多分これはね、このラフロイグはぜひ飲んでみていただきたい。なんで次ですね。はい、よくですね、トリックスターの、ルーアックモア2012年の10年ですね。はい。まあ僕はね、ルアクモア大好きなんですよ。まあ結構うちでも、お店でもルアクモアはすごいね、ちょっとこう人気になってきましてでして、ルアクモアとか、あとクロフテンギアとかね。うん。なんか僕結構その辺好きで、やっぱ面白いんですよね、あの辺って。なんで結構よく出してて、最近結構うちでも、お店でも、割と人気になってきましてですね、はい。やっぱこういうね、もうめちゃくちゃスモーキーなんですよね。ルアクモアとかは、フェノル値も80超えてたりとかするんで、まあシンプルにラフルーグの倍以上の、まあ倍近くの、フェノール値があったりするのでね、かなりスモーキーです。ほんとね、お腹ぶん殴ってくるぐらいな、ピートを楽しめるんでね、やっぱりスモーキーの好きな人からしたらね、すごくこれたまんないんじゃないかなと思いますね。ルアクモはね、めちゃくちゃいいですよ。グレンタレットはね、なんかそんなにパッとするものは最近は出てこないんですけども、ルアクモアは、いいやつ多いんでね、ぜひね、飲んでみてほしいですね。あと安いですしね。やっぱハイランドのピート系は安いからいいですね。うん。コスパが良い。これ次ですね。最後ですね。グレンファークラスの2008年15年ですね。2008年ヴィンテージの15年熟成のグレンファークラスです。これね、めっちゃいいですよ。近年のシングルカスクファークラス、だったらすごいこれすごいんじゃないかなと思います。この1、2年ぐらいのファークラスのシングルカスクの世界だと、これね、かなりダントツでいいんじゃないかなと思いますね。もうスーパーシェリーボムなんですけれども。ただね、シェリーボムなんですが、シェリーだけじゃなくて、やっぱりちゃんとね、ファークラスらしい、麦芽感とか、フルーツ感っていうのも楽しめるんで。これはね、ほんとよくできてるファークラスだなと思います。これもね、やっぱり、ね、シェリー好きにはぜひ飲んでみてほしいですね。はい、次ですね。これなんかショートで撮ったかな。はい、ブルックラディの18年ですね。オフィシャルスタンダードです。ね、すごいですよね。このご時世に18年のスタンダードを作るっていうのはなかなかすごいことだなと思うんですけれども。これもね、やっぱすごく美味しかったですね。なんか思ってたよりもうまかったです、全然。そこまでは期待しなかったんですけれども。全然ね、想像してたというか、ハードルをはるかに超える美味しさでしたね。これスタンダードでできるのはすごいと思いますよ。うん。まあでもショットでも言ったんですけどね。まあ早めの方がいいですよね、こういうのはね。だんだんね、ちょっと、落ちちゃうところは、ありますからね。はい、じゃあ最後ですね。今日はパパパですね。そう。あまり時間がないのです。ね、時間ある時に動画撮れよって思うと思うんですけれども、結構気分で撮ってますので、動画は。はい。そんなわけで、はい、ストラスアーンですね。ストラスアーンのファーストリリースですね。まあ、ファーストリリースと言うてでも、前出てましたけどね。もっと若いやつで。あれも美味しかったですね。バッチ0001のストラスアーン。ちょ、待ってきますよ。あ、これですわ。ありました、ありました。これね、昔っていうか何年か前に出た、ストラスアーンのバッチ001ですね。から、まあこちらね、樽も結構いろいろシェリダルしっかり入ったりとかしてて、これもこれで美味しかったんですけど、
まあ、今回はね、あのババンダルだけではないんですけれども、すごい完成度高くなっております。結構まあ使いどころとしてはかなり多いですよね。なんかぶっちゃけこれハイボールにしてもすごく美味しいですし、まあストラスアンって結構生産量ものすごい少ないんですよ。なんかこれも、なんだっけ、このファーストリリースも32タル分しか使ってないらしくて、32タルですよ。しか、まあこのファーストリリースで使えなかったりですね。まあ結局なんか1日1タル分ぐらいしか結局生産量はないから、みたいな。ほぼ作れないらしいですね。まあでもその分ね、やっぱりこだわりというのはすごく強い。ちょっとね、特殊な作り方をしてるところでもあったりするんで、まあ気になる方はね、そういう声がありましたらなんか、ショートかなんかで解説しようかなと思うんですけれども、かなりこだわりのあるね、蒸留所になってますのでね。結構クラフト系の中でも特にこう本気度が高い、イメージなんですよね。僕の最近の新しい蒸留所を見ている中でも結構ストラスアーンは、個人的にはこうかなりクラフトマンシップが強いタイプだと思うので、個人的にはかなり注目している蒸留所なんですよね。まあなんでね、これはぜひちょっとね、試してみてもらいたいですね。じゃあそんなわけでして、4月に購入したウイスキーね、発表以上になります。4月ね、まあそこそこな量でしたが、まあ、僕的に新しく仕入れた中で一番やっぱりこうぜひ飲んでみてほしいなっていうのはやっぱこのラフロイグですかね。この、13年ラフロイグ、ラフロイグの本当ね、いいとこがっつり出てるんでね。まあさすがにポートエレンがね、うまさ部門で言ったら一番うまいんですけど、新しい発見とかそういう世界の言うとやっぱこのラフロイグすごくねいいんでね、ぜひ飲んでみてもらいたいですね。なんかちょっと久々に動画撮ってる気がして、あれなんですけれども、はい。ちょっとテンションが低い気がしますけどね。まあ、気分で撮ってますから、動画は。はい、許してください。よかったら、チャンネル登録とか、よろしくお願いします。であと下の概要欄の方にですね、なんかいろいろ情報載ってますんで、そちらも見てみてください。そんなわけでして、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またまた。